これ面白くないですか。コカ・コーラのあれみたいですね。よいしょ。今日は春水にいます。今までちょっとご飯食べてたんですけども、そうですね、ちょっと歩いてみましょう。今日はあんまり他のとこ行きたくないですね。なんか知らんけど、今日は公園でもブラブラしましょう。イングリッシュクラブって何やろ、あれイングリッシュクラブって何やろね。子供のあれやろね。大体ね、この村の、ね、こんなね、門とかね、立ってるとこ多いですよね。多いな。まあ多いな。北区公園に行ってみて、で、ぐるっと回って家帰りましょう。昨日ね、香港がね、新しいコロナの感染者107人が出てしまいました。でですね、なんか住んでるところ、あれどこなのかな、山で、あの辺一帯の住んでる人たちの家が、あの辺に住んでる人たち、みんな PCR 検査だそうです。なんこれ、すいません。暑いね。花出して受験する人がいたみたいですけど、でも香港は結構西洋人いますけど、花出してる人多いね。インド人とかね、花が高いからなんかな。というよりもね、僕思ってるのはやっぱりすごく、なんていうんですかね、あったかい日ですね。ポカポカしてます。ここにね、行くとこないんですけどね、ブラブラしてこう池の方に行ってみたいと思います。袖の人もいますよね。暖かいよね。さっきちょっと話してたんですけど、
世界的に今大学ほとんどなんてリモートなんですね。でもよく考えたらね、リモートの大学って今までもあったんですよね。通信教育じゃないですか。だからすごくいいのは、普通の大学と通信教育の大学の一緒なんですよ。今までなんか通信教育って差別されてきたようなことってないですか？でも本当は違うんですよね。まあでも岡八郎が空手通信教育で取ったそうですけど、そういうのはありますけどね。でもこれから通信教育じゃないですかね。え、変わってきてますよね、いろんなものが。これが通信教育です。リモートです。リモートやったらどこにおっても、お、カメコンや、どこにおっても出勤できるんですよね。今ちょっとそれを考えましたね。え、ここは毎日30分、10分ぐらいずつ休んで歩いた方がいいですよと。歩速は毎分50メートルから100メートル。毎日累計で30分以上。いう感じですね。で、上りも下りもあった方がいいそうです。まあそんなことですね。集まってきた。大きいカメがいて、ここは魚が集まってます。そこにもカメがいます。カメ多いな。これって結構ビビりやんね。
のいいよね、公園ね。今日は本当暖かくていいですね。あれが林檎で、林檎公園ですね。暑いね。明日はね、久しぶりに仕事です。いいね、嬉しいね。ほんま嬉しいわ。毎日やったらいいのに、仕事がなくてね、困るんですよね。どうしようかね、もう。人は怖ないよね。人間が怖いよね。ちょっと臭いわ。パンクラブってなんやろ。こんなで来た時なんかお祭りみたいだったよね。ぐるっと回って帰りましょう。ここが公園ですね。いつものうちの家の近くの公園に来ました。こういうふうにね、水を入れ、その時間によって放射してますね。暑いな。球技場はね、まだ閉まってますね。おそらくね、10月の21日までで、一応今の、なんていうんですかね、テーブルに2人までしか座っちゃいけないとかって、で、8時以降の飲食店での飲食禁止とかですね、っていうのは一応21日の木曜日までだったんですけど、今自動的に伸びるっていう
こと言われてますね。おそらくまだあと2週間伸びるんだと思います、いつもあのかね、人間の手で何もできないっていうのが悔しいですよね、地震とかも一緒ですけどね。ということですね、毎日ですね、香港のいろんなところのビデオを YouTube にアップしてます。ぜひチャンネル登録してみてください。それでは。見えますか、21度です。1時43分ですね。暑いわ、ほんま暑い。帰ります。